はい、どうも、小右衛門さん宅です。今回はですね、サムネ、タイトルの通りでございます。ですね、前回海外のファッション系の通販サイトでこちらコンバースの CT70 という USA 規格のチャックテーラーを購入したわけなんですけども、こちらのハイカットモデルだけが実はあることが起きております。ということで次回以降実際にこちらの商品レビューしていこうかなというふうにも思っていたんですけども、少し見たところ悩ましいことが起きましたので、こちら共有させていただきたいなというふうに思います。ではこちらのちょっとハイカットモデルだけ開けていきますので、皆様とちょっと共有をしていきましょう。でまずですね、こちらハイカットモデルがこちらですね、エメラルドグリーンのコンバースの CT70 になります。で至って、普通かなというふうにも思うんですけども、実際ちょっと私がすっごい気になったのが、で本当はですね、次回以降をこちらの開封動画やっていこうと思ってたんですけども、取り急ぎこちらのハイカットモデルだけ、確認をしていこうかなっていうふうに思います。今回購入したこちらのハイカットモデルの CT70 なんですけども、で少しちょっとアングルを変えて確認をしていきます。で何が悩ましいかって言いますと、これ他3足購入したものと明らかに1つ違うところがございました。っていうのもですね、実はですね、こちらのインソールなんですが、ズバリこちらのインソールこんな感じになってます。で何が怪しいかと言いますと、こちら見てください。チャイナ、メイドインチャイナというふうに書かれております。でまあ、ザラつきとかは他の CT70 と同じなんですけども、この製造元だけがですね、チャイナというふうになっております。いろいろネット情報を見ておりますと、大体 CT70 っていうのはベトナム製のものが多いようです。今回このエメラルドグリーンのハイカットモデルだけがチャイナモデルということで、すごいね不安になりましたということで、そんな感じの動画でございます。はい、ということで今回は開封前の先出し動画ということでございました。次回以降はですね、改めて開封商品レビューをしていきたいなというふうに思います。で CT70 に詳しい方もしいらっしゃったら、こちらが本物なのか、もしくはコメント欄でも結構なのでいただければ幸いでございます。ということで画像だけになりますけども共有をしておきます。